飲食店を社員食堂のように利用できるサービスが今日から始まりました。中部電力ミライズコネクトが提供を始めたサービス、ビズ飯コネクトは、加盟した企業の従業員が対象の飲食店を利用した際に、企業側が福利厚生として代金を補助するものです。専用のウェブサイトを通じて、企業側が補助の金額や利用できる回数などを設定し、従業員は飲食店でサイトの決済画面を見せることで補助を受けることができます。リモート勤務や社員食堂がない支社などの従業員が社員食堂のような福利厚生サービスを受けられるようにするほか、コロナ禍での飲食店の支援につなげる狙いがあります。ビズ飯コネクトは今日から加盟企業と飲食店の申し込みを受け付けています。